ルース・ストンハウスは、アメリカ合衆国の女優、映画監督、脚本家、経営者である。1892年9月28日、コロラド州デンバーに生まれる。8歳の頃には、アリゾナ州ダグラスで、子役ダンサーとして舞台に上がっている。ブロンコビリーとして知られるギルバート・ M ・アンダーソンだと、共に、シカゴのエッサネイ・フィルム・マニファクチャリング・カンパニーの、 設立に経営者の一人として参加している。女優として記録に残る最初の出演作は、1911年7月25日公開、イーメイソンホッパー監督のミスターワイズインベスティゲーターである。1914年、6歳年長の脚本家、ジョゼフ・アンソニー・ローチと結婚する。1916年、ユニバーサル・フィルム・マニュファクチュアリング・カンパニーに移籍する。 同年にユニバーサル参加に設立されたブルーバード映画で同年ウィリアム・ウォーシントンが監督しドロシー・クラークの成長後の女性を演じた死の舞踏に出演1917年にはレイモンド・ウェルス監督の美人の犯罪で主演いずれも日本でも公開されている同年2月15日公開ユニバーサル参加のビクター・スタジオ制作の短編映画 ドロシー・レアーズで監督業に進出する。1919年、10作目の監督作ロザリンド・アットレッド・グイトを最後に監督業から撤退以降女優業に専念する。同年、ユニバーサルを去った。時期は不明であるがローチとは離婚し、1927年10月1日、ルパート・ヒューズの弟フェリックス・ヒューズと再婚する。1928年6月5日、 公開、ウィリフレット・ノーイ監督のザ・デビルズ刑事で、ポーリン・ギャロンと共演したのを最後に、トーキーに一作も出演せずに、満29歳で映画界を引退した。1941年5月12日、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドで、脳内出血により死去した。満48歳ボーツ、同州グレンデールにある、ホレストローンメモリアルパークに眠る。 特筆以外はすべて出演作である。1916年以前の作品は約120作の出演作があるが主なものに止めた。1916年のプレイングカード。1916年のプレイングカードその2。ありがとうございます。